イールビス E は、ロシア連邦で開発された、航空機用のパッシブフェーズドアレイレーダーである。国内向けの基本型 N-03 後イールビスの派生型で、E は、輸出型を意味している。VV チホミーロフ記念機器製作科学研究所が、開発を担当した。国内向けの、イールビスはスマイナス 35S と S、スマイナス 27SM2 に搭載されるが、イールビス E は、 主に輸出向けのスマイナス3 5への搭載が予定されている。名称はロシア語で雪表を意味する。イールビス e の開発は2004年に始まり、2007年には試作品をスマイナス3 0 m k 2 n o 5 0 3をテストベッド機に搭載して試験飛行が開始された。アクティベーションを含む最初の試験は2007年初めに、 クロモフ飛行研究所で行われ、レーダーは、空対地モードで良好に機能した。この試験の過程において、空対空、空対艦、空対地モードで、くらった環境において、バルスより、性能が向上していることが確認された。2007年には、最初のスマイナス35に、第2試作機が搭載され、2008年にはス、スマイナス35から2にも搭載された。 2012年には試験において4 0 0トル先の目標を検出した。出荷は2014年より開始された。2016年には中国向けのスマイナス35に搭載される改善型のイールビス E の作業が完了した。イールビス E はスマイナス30マッキー MKM マカに搭載される NH1M バルスを大幅に改良した。 8から 12GHz の周波数帯を使用する X バンドレーダーで1772個のヒカガリウム製発信素子を持つ。レーダー素子面直径は 90cm で、これがアジマストロール方向に動く2段、油圧首振り機構付きの台座に据えられている。電波発信の指向のみだと上下左右各60度の操作範囲を持ち、さらに首振り機構を合わせることで、 左右方向には、各120度の操作角を発揮する。イールビスは、バルスのハイブリッドフェーズドアレイアンテナを維持しつつ、受信機のチャンネル数を3から4に増やしている。一方で、雑音指数は3.5デシベルで若干悪くなっている。最大の変化は、新型の電波送信機アリーバの搭載である。アリーバは、同波間を、容量10キロワットの e ス p 2 7 シェルノーク2型2機にしたことで、平均 5kW、最大 20kW 小順次の連続波に、kW 以上という高性能を発揮できた。ニープはこれにより、バルスと比べ周波数アジリティが改善され、2倍の帯域幅を獲得、イクセム能力も高まったと主張している。セントラルコンピュータには、ソロ -35.01 デジタルシグナルプロセッサと、 ソロ -35.02 データプロセッサが導入され、同時光線能力も大幅に強化されている。ソラ対空では30目標同時追尾、8目標同時光線、地上目標なら4目標同時追尾、2目標同時光線が可能な他グランドマップ機能を使用しつつ空中の2目標の探知が可能である。なお、受信機のハードウェア、主発信機、エキサイターは、 バルスと共通である。また、ステルス機などの低 r c s 目標を捕捉できる性能を有しており、レーダー反射断面積が3平方メートル程度の標準的な目標で350から 400km、0.01平方メートル程度のステルス目標や巡航ミサイルも 90km から探知可能である。寿命は12年で、オーバーホール間隔は1500時間。 平均修理時間は30分以内である。ありがとうございます。